今から電車に1時間ぐらい乗ります。アニアセヨ 2K です。以前も紹介したスウォンにあるスターフィールドっていうショッピングモール、そこに今から行きます。実は僕も行ったことがある超人気店がそこの店舗にオープンしたっていうことで、どんな感じの混み具合かも含めて、ソウル駅からね、道案内兼ねて行きます。じゃあ。スウォンの方には1号線を乗っていくんだけど、まあ、こんな感じで1号線乗り場に来ました。ここ降りるだけですね。で、何方面に行くかっていう話なんだけど、シンチャンっていう方面に行きます。右側にシンチャン方面の電車来るんで、じゃじゃーん、乗っていったら着きます。最寄りがファス駅っていう場所になるから、1号線の電車をずーっと乗っておけば大丈夫です。シンチャン方面ってやつを乗れば確実に行けます。そのままファス駅を出て奥の方に地下通路があるんで、地下通路入っていきます。階段降りたら右側にスターフィールドって書いてあるんですよ、実は。なのでね、こっち行きます。じゃじゃーん、見えました。スターフィールド、超大型ショッピングモール。本当にこう見たらめちゃくちゃでかいな。でね、今回行くお店が2階にあるので2階から入ろうと思うんだけどね、みんなが2階進んでいって、あ、これはもうだいぶ混んでるなと思ったらマジで混んでる。オープン10分前ですよ。これですごい。正直ね、今回行くお店のこの列合ってんのかっていう疑心暗鬼ありつつも、絶対これだろうなと思って並んでます。なんかね、予約してる人だけに列から出されてたんですよ。予約してない人はそのまま一緒に進んでくださいって言われて、もしかしてちょっと嫌な予感が頭を通り過ぎてるんですけど、とりあえず進みます。見えてきましたね、お店が。お店の前にはこんなに長蛇の列ができてる。なぜかっていうと、今回行く場所がロンドンベーグルミュージアムだから。さすがの人気さですね。そして嫌な予感当たってて、これウェイティング待ちの列っていう、すでに予約で満席だから、ウェイティング待ちの行列にまず並ばなくちゃいけないなっていう事実が。人気さは化け物級すぎんか。それは僕もまあ早い方に行ったと思うんだけどね。まだ、ちなみに僕が並んでた列はこんな感じで、もう大行列になっています。韓国で一番注目されてんじゃないかな、ロンドンベーグルミュージアム。ということで、しばらくは入れそうにないんで、このスターフィールドスウォンって地下2階見てなかったんで、地下2階に行きたいと思います。駐車場とかダイソーとかノーブランとかあるみたいですね。とりあえず何があるかちらって見に行きますか。ちょっと大きめなダイソーが見えましたね。スウォンだからスウォン特化のダイソーとかあるんかな。そういうのはなさそうな雰囲気。品揃えは相変わらずいいですね、ダイソー。クオリティは置いといて、品揃えがマジでいい。クオリティもね、別にそんな悪くないと思うし、このポート欲しいな。物入れ、日本と似てますよね、こういうとこも。やっぱり、僕の実家とかの田舎の方行けば、こんぐらいはあると思うんだけどね、都会は少ない。ワイングラス、大量に置いてますね。ワイングラス、知識全然ないんで分からんけど。その隣は、ノーブランドっていうスーパーかなが入ってます。僕的にいろいろ取り揃えている食材メインのスーパーっていう認識ですね。フードとかお菓子とか全部ね、ノーブランドっていうメーカーから出てるのですね。お肉もノーブランド。お肉がすごい冷凍でいっぱいありますね。ハヌだってこれ2000円か。こういう小物品とか家電製品もあるんですよね。ちょっとね、僕あんまねノーブランド詳しくなくて、意外にいろいろ置いてあるんだなって思って見てる。コグマ、さつまいも風味のチップスですって。美味しそうですね。150円ほど。普通のお菓子も置いてるんですね。ノーブランド製品だけかと思ってた。その近くにもトレーダーズっていう大型ショップショッピング倉庫みたいなとこがある。外から見てる感じホームセンターっていう感じですね。僕はあんまり興味ない。ニトリがオープンするみたいですよ。お値段以上ニトリが。ニトリはもう神ですからね、家具店舗として。6月オープン、韓国人めっちゃ集まりそう。まだまだ時間かかりそうなんで、レコードカフェバイニルに来ました。実はね、行きたかったんですよ、このカフェ。ヨルマダン図書館を眺めながらレコードを聴いてカフェ楽しむっていう最高のチルスポット。入場券ドリンク付きで 18,500 ウォン、約2000円ほどですね。なのでドリンク代抜いても入場料1000円っていう感じになるのかな。なのでね、そんな高いっていうわけではなさそうですね。ドリンクもコーヒー以外もすごく充実してるんで、まあカフェっていう感じになってますね、システムとしては。じゃじゃーん、
こんな感じです。おしゃれ。とりあえずレコードを取っていきますか。レコードは3枚までみたいらしいです。どれにするか迷うな。韓国ドラマの挿入歌とか、まあ、OST ですねがあったり、ディズニーがあったり、洋画があったりと種類豊富。 OST だけじゃなくて海外アーティストの楽曲、まあ、レコードですね、いろいろありますね。テイラー・スウィフトとかチャーリー・プースとかレディー・ガガもあったな。さっきミカとか懐かしいですね。めちゃくちゃ懐かしいのがいっぱいある。映画も結構充実してますね。ストレンジャー・シングスも入ってる、ね、早いな。トップガン入ってる。他にはアベンジャーズも入ってる。ナルニア国物語にナエヘバン・ミルジ、私の解放日誌か入ってたり、4もある。 BTS もある。 Love Yourself シリーズでありますね。何でもあってかなり迷う。ってことで僕はカフェラテを注文してこの席を確保。取ってきたのはレコードでマイケル・ジャクソン聞きたいと思って、マイケル・ジャクソンとララランド。付け方も英語なんだけど説明書いてます。レコードは触ったことなくてもう付けれるかわけわかんないんだけど、とりあえずレコードセットすればいいかっていうことでね、開けます。レコード乗せます。ヘッドホンをつけます。スタンバイします。再生ボタンっぽいボタンを押したら動き出しました。これで OK じゃないですかね。おー、レコードっぽい。音量調整もできるみたいなんで、自分がつないでるヘッドホンのやつ調整しましょう。僕の右端でしたね、思いっきり間違えてました。カフェモカ飲みながらこのチルい環境で仕事して気長にロンドンベーグルミュージアム待ちます。気づいたら2時間ぐらいいた。レコードで聴く音楽ってすっごいいいですね。これハマるわ。ということでロンドンベーグルミュージアムやっとです。実はどれぐらい待ったかというと3時間ほどですね。これでもまだ早い方だと僕は思ってる。本当に人気店ですね、相変わらず。お店はソウルよりもね、広いんじゃないかなって思って見てる。また待ってる最中にね、お水飲めるみたいなんで、こういうとこありがたいですね。人気メニュートップ10も出てます。これありがたいです。何頼めばいいかわかんなくなるから、ここで写真撮って、中でね注文するのがいいかな。ちなみに2時前とかなんだけど、ウェイティングの列はこのような形でまだまだずらーって並んでます。こっからウェイティングしたら何分後に入れるんだろう。僕が案内されたのは一人用のカウンター席に案内されてます。まあベーグル取るの近いしいいや。ベーグルはもう次々に補充されていってるので、売り切れとかなくなったとか今のところなさそうですね。バターベーグル、塩とかも買ってて美味しそうですね。塩バターベーグル、一番シンプルなベーグルですね。ブルーベリーベーグル良さそう。ポテトチーズベーグル、これは人気ナンバーワンと言っても過言ではないぐらい人気なメニュー。がっつりサンドイッチ系のメニューもあるから、こういうの気になる人は良さそうですね。セサミベーグルとかも人気トップ10に入ってたんじゃないかな。プレーンのベーグルもあるんや。スイートポテトチーズベーグルにトマトベーグル、ベーグルの種類たくさんあって、でクリームチーズもたくさんあるんで、好みのクリームチーズがあれば買うっていうのもおすすめですね。シンプルめのベーグルにしたらね、クリームチーズとの相性抜群にいいから買うの良さそうですよ。じゃじゃーん。ということで僕が取ってきたベーグルはこの3つです。上からソルトバターベーグル、左下がトリュフバターベーグル、右下がガーリックベーグル、そしてレモンのクリームチーズも取ってます。だいぶシンプルなベーグルで揃えてます。クリームチーズとね相性良さそうなやつ今回選んでる。レモンも好きだし。じゃじゃーん。そしてスープもゲット。ベーグル3つとクリームチーズ、そしてマッシュルームのスープっていう5点ですね。スープは絶対今回飲もうって決めてたから、暗黒の店舗行った時ね、1時過ぎてやっと入れて、じゃあスープ売り切れっていうショッキングなことあったから、これだけ結構買ったんだけど、お値段としては約3000円ほどですね。ということでベーグルも早速全部切っていったんで食べ進めて
いきましょうか。このように、ちなみにこれはガーリックベーグルですね。ガーリック感あり。塩バターベーグルはそのままでも美味しいけど、クリームチーズつける方がやっぱり味が増してさらに美味しくなるのでおすすめですね。シンプルなやつもマッシュルームのこのスープにつけて食べるのも良さそうです。でね、今回ロンドンベーグルミュージアム2回目なんだけど、相変わらずベーグルはもっちり、本当にもっちりしてる。分厚くて弾力もあるんだけど、ベーグルでよくあるような中のパサつきっていうのが一切ないです。相変わらず美味しさに関しては抜群に良きですね。トリュフベーグルも味濃めで美味しかったし、ガーリックは普通かな。塩バターはドシンプルなんだけど、クリームチーズと合わせると他のどのベーグルよりも美味しかったから、クリームチーズはやっぱり買うべきかなとも思いますね。トリュフマッシュルームスープもかなりトリュフの匂いが強かったのって、すごく美味しいっちゃ美味しいけど、ちょっと強いかなと思う。店内も暗黒店よりも整えられてて、ごちゃついてなくて、僕は店内で言うとこっちの店舗とか外観が好きだったなって思います。ただ、やっぱり、そのお店もものすっごい、すごい並ぶことになりました。外出てもこんな感じで並んでたから、まあ並びが途絶えることはないんでしょうね。幸いなことにデパートとか時間は潰せたけど、ノンフィクションがオープンしてましたので、ノンフィクション入ります。ここは香りのね専門店になってて、どういう香りに特化してるのか僕も詳しくないんだけど、まあいろんなね香り、香水ですねがまず置いてあります。また香水ってっていうよりかは、実はね、ハンドクリームとかボディーソープとかそういうのが人気ですね。こんな感じでハンドクリームも置いてある。お値段はね、まあ、ちょっとするけど、お土産に良いと思う。ハンドクリームと接点付きのセットで4000円ぐらい。これ良さそうですね。僕もなんかお土産買わなくちゃと思って、インクコーヒーっていうソウルの美味しいコーヒー屋さんに来てます。まあ、目じゃなくてドリップ型のバッグもあるし、粉だけのやつもあるから、ちょっとね家でも飲んでみたいっていう方々にもおすすめのやつが置いてますね、いろいろ。ということで僕はタイガーズブレンドっていうのを買います。っていうのもそれしかなかった。人気すぎて売り切れなんだけど、豆がじゃじゃーん、買いました。でね、豆買った人はコーヒー一杯無料っていうことでね、コーヒー今からもらいます。最高やね。ってことでインクコーヒーゲット。これを持って、じゃあ総評結果をまとめていきますか。今回のロンドンベーグルミュージアム、評価をすると、味5、コスパ3、接客4、清潔感5、総評結果は推し、友達に紹介できるレベルです。スオン来たら、まあ余裕あったら行けばいいかなと思うけど、暗黒は予約ができるので、暗黒で予約していくのがおすすめです。ということで今回はここまで。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。通知オンにして最新動画をぜひチェックしてね。 X インスタグラム毎日投稿してるんで、よかったらフォローよろしくです。それではまた次回の動画で、アンニョーン。